17年間の現役生活の中から学んだことも多かったと思いますので、その経験を大いに生かして今後のサッカー人生に生かしていってください。またどこかでお会いできたらいいなと思っています。その時はぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。本当にお疲れ様でした。安藤君、17年間のサッカー生活お疲れ様でした。今この前にカズさんからのコメントが入ったということで、多分この話はもう頭に入らないかもしれないですが、よかったら来てください。僕自身、安藤君とは2年間しかプレーできませんでしたが、その2年間で、安藤君がいろんな、それまで対戦相手としていた時は、なんであの人は金髪なんだろうなって思ってましたけど、そうじゃない、本当にたくさんのいい面を僕は知れました。本当にこれからも、プロサッカー選手に引退されるということですが、これからもずっと仲良くしてもらえたらなって思う、本当に最高の僕からしたら先輩です。またラジオも呼んでください。ラジオでまたこの、コメントの実はこうやって裏でも撮ってたんだよっていう番組とかも、せっかくなら話したいなと思いますし、引退しての心境とかも僕も聞きたいので、そういうところもぜひ教えてもらえたらなと思います。本当に、17年間お疲れ様でした。これからも、日本サッカーに限らず、日本のために小林雄三の、世界観を広げていってください。あと最後になりますが、サガン鳥栖のファンサポーターの皆さん、1年間お疲れ様でした。多分来シーズンはスタジアムで会えることになると思うので、お手柔らかによろしくお願いします。三浦拓也選手、そして森田選手からの両レフェリーでした。では小林選手、